さん、こんにちは。あかねちゃんと、あおいちゃんのゲーム実況のお時間です。ドラクエ 5PS 版34の動画です。前回までのあらすじは、3つのリングを使い、暗黒の魔界まで来ました。はるばる遠いところまで来たな。世界地図的に、妖精の森と同じような感じかな。かもしれません。特殊な方法でしか来れないって意味では。さて、少し飛ばしまして、レベル上げとお金ためを済ませて、必要な装備を買い揃えました。そして、最後のダンジョンである、デビルマウンテンに来ました。ずいぶんレベル上がってたな。はい、回復薬として、スライムベホマズンも仲間にしました。へえ、役に立つの？基本、馬車に控える形になりますが、アカネちゃん、ベホマラーを知っていますよね。葵が使ってた全員回復する呪文な。スライムベホマズンは、名前の通り仲間になった時点から、ベホマズンが使えます。うん。ベホマズンは、仲間全員の HP を完全回復する呪文です。ベホマラーの上位互換か。そして、レベル10で、ザオリクを覚えます。生き返らせるやつやな。そして、レベル最大で、MP は500になります。呪文、使い放題や。はい、一家に一匹欲しいスライムです。せやな。そういえばさっきギガンティスが出てたな。前々回ぐらいで戦った、ボスの色違いですね。ラストダンジョンの敵やったんやな。強そうな幼児ですしね。ちなみに、ここでは、メタルキングスライムも出現します。ありか、経験値が高い系？そうです。はぐれ、メタルの3倍ほどの経験値がもらえます。めったに遭遇しないので残念ですが。さて、ずいぶんダンジョンも進みました。確か、ミルドラースは、まだ魔界にもいいひんねんな。いや、そういうわけではないはずです。魔界で身を潜め、人間界へ復活するために、日々精進しているはず。精進？精進しているのは母ちゃんかもしれないけど。五光が。違うのか。連れ去られているで。リアルな倒れ方やな。水を差すところではない。扉を開くの3つのリングあったら簡単に開いたで。とうとうデマとの因縁の対決やな。色違いで何度もシミュレーションをしてきたので問題ないです。それ関係なくね。あれ？いつの間にかビアンカになっている。さすがに、ビアンカは、レベル30代やし厳しいな。まあ、ハグリンはレベル8だけどね。硬さが違う。基本戦いの流れとしては、フバーハやスクルトで守備を固め、バイキルトで攻撃力を上げて叩く。あとは、祝福の杖と賢者の石で回復をする。この流れです。メラゾーマや激しい炎はフバーハで軽減されます。ちなみに、どっちもハグリンには通用しませんが。ハグリン、最強説。どうせなら、はぐれメタルを3匹連れて戦いたかった。なんで、戦勝ったの？戦24分の1の確率を、あと2匹ってのはメンタル的に無理でした。はぐれメンタルやな。
基本このゲマ戦では、ドーピングしておけば、さほど恐れることはないはず。つまり、この戦い方やったら、基本事故さえ起きなければ。MP 尽きる前に倒せたら、OK ってことやな。そうなります。回復は、アイテムを使うことで賄えていますし、じっくりダメージを蓄積させていけば、おそらく勝てるでしょう。賢者の意志も優秀やな。一人当たり少ししか回復しませんが、何度も使えるので便利ですね。この輝く息もフバーハで軽減できます。軽減しててこのダメージだったら、フバーハ使ってなかったらやばいな。ハグリン、硬いな。メラゾーマとかハグリンに使ってくれるとダメージがないので楽です。物理ダメージで一桁とかやったら、はぐれメタル3匹で賢者の意地使わせてたら、ゆる系になりそうやな。多分楽勝でしょう。あとは、はぐれメタルではなくても、グレートドラゴンっていうのを仲間にしていたら楽です。グレートドラゴン？魔界で普通に出てくる銀色のドラゴンの敵です。ああ、いてたな。そんなのも。はぐれメタルほどではないですが、防御力も高く、効かない呪文も多いので。なるほど。そろそろ倒せないかな。結構ダメージ与えているよな。倒せました。やった。これで、父ちゃんの仇が取れた。結構、母ちゃんも強いな。父ちゃんより強いかも。この下り、2回目やで。あ、父ちゃん。これこそ悟空。この後、ダンジョンをより進めて、ミルドラーズのところまで行くのですが、長くなるので、一旦ここで終わりたいと思います。次こそラスボスやな。ということで、あかねちゃん、いつもの一言を。よかったらチャンネル登録と高評価頼むて。見てくれて、大きにやで。